第8試合アンダー65キロ初代王座決定トーナメント準決勝第1試合を行います。お子さん128センチ、62.9キロ、日本トライハードチーム、ヒロヤ。1回戦判定2対0、ロー蹴って蹴って蹴りまくってやってきました準決勝。そうだ、安海。解説席から見上げるのはマサト、そのマサトの意思を継ぐ男です、そうだ安海。さあこれマサトさんにぜひ伺いましょう、はい、戦いのポイントどんなところになるでしょう。今回はヒロヤ選手に対して、はい、ソーダ選手はパンチでいくんじゃないかなという気がするんですよね。あとソーダの表情、はい、すごい集中しきってるんですよね。そうですね。さあそのソーダの表情こちらです。こう過剰に緊張したり気合が入りすぎていない表情に見えるんですね。すごい集中しますよ、さあ最初左を蹴っていったのがヒロヤです。関根さん、はい、マサトの後継者と呼ばれた男とマサトの遺伝子を継ぐ男の対決です。そうですね、どっちが継ぐかですよね。そうですね、距離は近いところ中央を取っていますね。早くもそうだが、まあ、1ラウンドの戦い、ごめんなさい、1回戦の戦い、マサトさん、こうボクシングテクニックの話されてましたね、ソーダ選手の。そうですね、はい、でも これはもう、これが普段のソーダの戦い方ですね。1回戦相手がパンチがあったんで、木村選手、あんまりパンチは出さなかったじゃないですか。そうでした。今回は普段のソーダじゃないですかね。なる、まあ、ヒロヤもローキック出していって、普段のヒロヤの、なるほどですよね。中村さん、はい、改めてこの2人の戦いどう感じてますか。そうですね、やっぱり自分の形っていうのはやっぱ持ってる2人だと思うんで、まあ、それをねこう貫けるかどうかだと思うんですけどね、はい、やっぱり身長差があるんで、ソーダのパンチが普通に打って上から打ち下ろしになるんですよね。なるほど。ヒロヤにとっては重く感じると思いますね。9センチ上回っているのがソーダ、177センチあります。確かにそうですね、上からこう見下ろすようにしています。ヒロヤはもうちょい前に入らないとパンチの当たる距離にはならないですね、ヒロヤはもっとロー蹴りをどんどん使っていった方がいいと思いますね。インローを離しました。その間に左飛ばしていったのがソーダ、前蹴り、お互い前蹴りです。遠いところから右のロー、ボディストレート、ヒロヤまだ遠いですね、あと半歩入らないところです。そうですか。うわ、右かぶせていきます。左ボディフック、中村さん、はい、その覚悟という意味ではヒロヤ選手がこう感じますよね、特に。そうですね、まあでもね、ソーダ選手もそうか、やっぱり勉強して、はい、あとはその顔つき、マサトさんも言われたみたいに、顔つき見るとかなりやっぱこのトーナメントにかけてる思いっていうのはあまりね大きいこと言わないんですけど、はい、あるなっていうのは感じますからね。そうですね、はい、両者とも集中してますね、いやでも昔で考えると本当ヒロヤと相談の試合後、そうかそうか、目の前で見るとは思わなかったですね。ちょっと感慨深いというか複雑なというか時代は流れてるんですね、まあ、強い方が勝ちますから。そういうことですね。でも関根さん、本当に相田選手がこうどんどん戦いを確実に遂行してるみたいに感じるんですよね、なんか落ち着いてますよね、これ佐藤義弘さんが言ったこう戦いを遂行する冷静さというところ、まさにそんな戦い見せています。やっぱり勝率がね 94% っていうのはね、やっぱうなずけますよね。マサトさん、どう映ったのかちょっと聞いてみたいですか。まあ相田は自分の距離を取れて戦えてる、ヒロヤはもっとどんどんローキック蹴っていった方がいいですね、はい、もっと蹴っていけばパンチも当たりやすい距離になってくると思うんですよ。今の状態ではまだパンチが距離ではないなっていう感じがしますね。さあお互いのセコンドの指示もこうポイントになりそうですね。ノマディソンが今ヒロヤに指示を与えています。そしてこちらは大宮寺会長です。松田さん、そういう意味ではいろんなこうセコンドも含めて両陣営もよく知っていると思います。そうですね、はい、もう
時代は変わったなって。いやいや、これを見てまたやりたくなるのかななんて若干期待があったりしたんですが。ないですね。そうですか。さあ中村さん、はい、次のラウンドに向けてぜひ注目を。そうですね、ソーダ選手1回戦も1ラウンドはしっかり相手見て 2ラウンドにこう倒したんで、まあ、そういった部分ではまた2ラウンドこう点が変わってくるんじゃないですかね。さあグローブを合わせます。両者赤いグローブがソーダ、青いグローブがヒロヤ。まあ、この名前のヒロヤというところを取ったのももともとたどればマサトという名前が下の名前でこうリングネームにするというのがこう流れがもうその流れですもんね、ヒロヤ選手が。そうなんですか、まあ、そこは僕はだと思います多分、はい、近い前、これフェイントから左飛ばしていきました。ヒロヤ前蹴り、ソーダ。スポーツライターの中村さん、はい、これトーナメントっていう意味ではお互いにどうなんでしょう今まで。そう、ヒルヤ選手は何度か経験があって、ソダ選手はワンデートーナメント初めてなんですけど、まあ、今回 の、 トーナメントに向けてこう1人ワンデートーナメントといって、練習でこう3人と試合と同じ時間スパーリングして判定もつけてもらってやってきたって言ってたんで、もともと体力ある選手なんでその辺はちょっと心配というか特にあんま問題はないかなと思いますね。左振ってから右のローです、ヒロヤ。うわパー入れた、ヒロヤ。杉林さん、これがありますね、接近すると。ヒロヤなかなか俊敏な動きしてますね、気合入ってますね、まあ、本当にテーマっていう意味では関根さんがおっしゃるこう覚悟っていうものを背負ってる2人、はい、前蹴り、リードのジャブ。マサトさん、間合いはどうでしょう。うん、今ヒロヤいい動きしてますね、ローキック、それに合わせて右リードのジャブ。ちょっとこう変色な、ちょっとソーダもっと手数出るタイプなんですけど、今日は出ないですね。これ初めて本番のこうトーナメント2戦目ということになる、ソーダ。ソーダはここまで19戦ですね、戦って18勝6つの KO、 先ほどの1回戦含めてボディ、左フック、ちょっとパンチが出てきましたね。ソーダは蹴りだ、潜り込んできた。いや今頭下げたところの膝、危なかったですね今。関根さん、ヒロヤ頑丈ですからラウンド重ねてどんどん良くなるかもしれません、はい、そうですね。ヒロヤ高校生の頃左のインローとか良かったんですよ、すごい、あれを もうちょい出せるといいと思うんですけどね。左フック、ロングフック、そうだ。残り30秒、左のジャブです。今度は前蹴り、右のローキック。ヒロヤは入る瞬間狙っています、ローから入っていくか。左フックボディ、膝がカウンターで合わせた。今ヒロヤの右のボディストレートに右の膝蹴り合わせましたよ、そうだ。膝のが長いかもしれない。第2ラウンド終了、関根さん伺いましょう。いやドキドキしますね、もうね、ペースを取ろうってお互いにしてるんですけども、はい、お互い譲んないですね。そうですね、マサトさん、次のラウンドに向けていかがでしょう。そうです、まあ、どちらが今ポイント取ったっていう感じもないと思うんですけど、そうですよね、まあ、トーナメントなんでなるべく延長には行きたくないと思うんで、はい、まあ、次のラウンドまあ、お互い出るんじゃないかなと思いますよね。ですね、まあ、こうセコンドワークもポイントになってくるかもしれません。どう勝って上に上がろうと考えているか、まあ、ちょっとこうセコンドの声は聞こえないかな、ちょっと無理そうですね。中村さん、はい、やはり簡単には決着倒せないですね、お互いにですが。そうですね、まあ、ソーダ選手がちょっとプレッシャーかけて平井選手が攻撃に合わせようとしてたのかなと思うんですけど、まあ、やっぱ3ラウンドなんでね、ここで明確な差をつけるか、まあ、倒すっていうところが求められるかなと思いますね、両者。そうですね、これソーダがこの表情疲れているのかどうなのかちょっと読めないですけど、また今セコンドに張られたんで、お前前に出ろっていう。なるほど、長い距離、リードのジャブです。おー、左ジャブ入れた、ヒロヤ。いつ飛び込むか、ミドルに合わせて右のストレートはそうだ。ヒロヤ左フック、
近い間合いですね。右ガードの奥から回り込んできました。お、聞いた。これも一つ。お、やっぱり上から打ち下ろすんで効くんですよね。さあコーナーに追い込んだ。そうだ、広谷は脱出か。いや、これ逆に距離近くなって、うわ、うまくこれは逃れました。膝、そうだ、パンチから膝まで行きたいですね。今も膝につなげました。1回戦も木村を膝で下しています。右クロス、もうだいぶ相田選手詰めてきたんじゃないですか、さっきのラウンドより。そうですね、広谷はもうちょっと出入りを使いたいですね。出入りを、あの距離で打ち合うのは良くないですね。捉えられない位置、動き続けたい。出入り、体振りながら中に入りたい。ローキック合わせて右を合わせる。残りが2分を切っています。最終第3ラウンド準決勝です。うお、見ている。これ関根さん、延長考えるか、ここで決めに行くか。そうですね、これね、ここで決めたいですよね、両者。そうですよね、ボディだ。これ当たっていないか、ヒットは。残り1分30秒ハーフタイム。おう、ボディストレート。相田合わせられなくなっているか。前蹴り流れた。うまく自分左回りながらが広い。相田コーナーに詰めて膝まで行きたいんですよね、ここから。ボディだ。広谷、広谷ストレート、広谷の方が先に出します。膝、これはヒットない。うわ、また膝の先に出して左ボディ。ローキックを出した。ローちょっと効いたかもしれないね。広谷のローが効いてるってことですか。効いたかもしれないですね。相田も返す。さあ残りが45秒。ボディストレート、広谷。やっぱこう押し合った時に体格差が出るんですよね。相田の方が大きいんで、やっぱ広谷下がらされますよね。さあ残りが30秒切っています。相田も追っていく、突き放す。まあ、でも平瀬もよく離して蹴ってますね。膝合わせて左フック、ボディ。残りが間もなく10秒になります。3ラウンド右、ハイキック出してきた。膝だ。やはり消耗戦になる。準決勝の日本人対決、広谷左空振り。しかし相田も受けられなくなっているか。ここで3ラウンド終了、ムーンという声が放送席に入ります。延長かなですかね。これ雅人さん、最後難しいですもんね。そうですね、まあ、3ラウンドの最初の方、相田の右のフックが入ったのをポイントに取るか、はい、まあ、延長に行っても、まあ、どちらで取ってもおかしくないですね。そうですね。これ中村さん、はい、ダメージっていう意味ではどうですかね。例えば延長考えてですけど、疲れとか。ちょっと、まあ、特にね、2人とも、まあ、相田選手が、ね、ローを蹴られてたんで、はい、あれがどう影響するかなとは思うんですけどね。さあ果たしてこの本戦で決着がつくか。ここで引き分けだった場合は延長ラウンドが1ラウンド用意されています。ラジトモタケ30対30ドロー。1人目ドロー。ジャッジ豊田が30対29。お、赤ソーダ。2人目ソーダ。さあ次はソーダか、ヒロヤか、ドローか。30対29。そうだね、赤ソーダ。ソーダ勝った。その瞬間、広谷は天空を見上げました。相田康臣が本戦で広谷を下し、決勝進出、1人目を決めました。さあ雅人さん、はい、まあ、これ本当延長に行かなかったのは相田にとって大きいですよ。そうですね、ここで1ラウンドあるのとないのじゃ全然違いますからね。関根さん、どうでしょう。いや、本当僅差でしたね。まあ、相田選手がやっぱり総合的な、まあ、その間合いだとかね、制しましたんでね。雅人さん、ぜひ広谷選手に一言いただけますか。そうですね、まあ、やっぱりパンチだけに偏らず、蹴りがローキックとか得意なんで、はい、上下に散らば振りながらパンチにつなげるっていう形を作っていった方がいいんじゃないかなと思いますね。
まだ競馬は広谷を待っています。決勝進出は相田康臣。